ジャニーズグループの期待の新星、なにわ男子に所属する道枝志祐介さんが韓国で注目を集め、連日メディアや SNS を騒がせている。1月24から25日に主演映画の舞台挨拶で韓国を訪れると、日韓の SNS などでは、空港に到着しファンの多さに驚き笑顔を見せる道枝さんの動画が拡散され、トレンド入りを果たした。一部のファンからは、道ゲッタ俊介とも呼ばれている道枝さん。空港には300人のファン、記者会見には韓国のメディアから100人以上が集まったといい、その人気ぶりが伺える。道ゲッタとは、韓国語で、おかしくなりそう、狂っている、という意味だ。これを道枝さんの文字とかけて、狂ってしまうほど好き、といった意味で使われ、ファンの一部では道枝さんを、道ゲッタ俊介と呼ぶ人もいる。初の主演映画、今夜、世界からこの恋が消えても、せかこいは2022年7月に日本で封切られ、その後11月に韓国でも公開、スマッシュヒットを誇り、韓国で公開された実写日本映画として興行成績は、ラブレター、ジュヨンに続いて歴代3位まで上り詰めた。